スタートしました。まずまず揃いましたが、ちょっとグラドル出しがつきませんか。コンバットジェットも下げました。先手は8番のアンダーフジコです。アンダーフジコが先手を取ります。竜の武蔵、セイントビーナス、その後から5番のローズデュルが続いて、ロックハンドスターはそのインコース、そしてゴールデンライフが続いていきます。後方にはボヘミアン、並んで3番竜のボーイ、外を回るベルデンアインです。1コーナーから2コーナー、コンバットジェットが後方から2頭目、並んでグラドルが最後方です。各馬第2コーナーのカーブに入ります。8番のアンダーフジコ、菅原俊力手、2馬身から3馬身のリードを取って向こう上面、竜の武蔵が2番手の追走、3番手セイントビーナス、その外に持ち出して4番ロックハンドスター、3番手の外を進んでいきます。2馬身後方には11番のゴールデンライフ、それから3馬身差3番の竜のボーイ、インコースに5番のローズデュルワが並んでいきました。後方に2番のボヘミアが続いていきます。2馬身後方には9番ベルデンアインが続いて、あとは開いてコンバットジェット、1番のストリーム、最後方から7番のグラドルです。残り600過ぎて第3コーナーのカーブを回っていきます。8番のアンダーフジコ、依然として1馬身ぐらいのリードがありますが、外から4番ロックハンドスター並んでいきました。ゴールデンライフも動いていきます。そのうちは竜の武蔵、そして3番の竜のボーイ、2番のボヘミアンが今5番手集団の外に持ち出していく。4コーナーのカーブ直線に向きました。4番ロックハンドスターが先頭か、内でアンダーフジコ粘っている。外からゴールデンライフ、そして2番のボヘミアンがやってくる。4番ロックハンドスター1馬身のリードが200を切りました。内から3番竜のボーイも2番手を伺う。2番のボヘミアン、ボヘミアンが2番手から前に並ぼうとしているが、4番ロックハンドスター粘った。外から2番ボヘミアンが並んでかわしてゴールイン。最後はわずかにかわしました2番のボヘミアン、そして4番ロックハンドスターがその後2着の入線でした。